はい、あっという間に先頭のペンギンが階段を駆け上がっていきましたね。実はペンギンたち団体行動をする生き物でもあります。1羽が先頭を歩き出すと、その後ろを続いてペンギンたちも歩きやすく、先頭が止まると後ろのペンギンたちも止まりやすいんです。さあ、先頭のペンギンたち近づいてきたので、小屋の中へと戻ってきてもらいます。一斉に歩いてペンギンプールへと戻ってきました。さあ、無事に1周目のペンギンたちが散歩を終えたところで、続いて準備が整い次第2周目のペンギンよちよちを開始いたします。